入れました。ほらここだけ耳かけするとわかる。ここに入れました。じゃーん。これだけ。ほんとちょっとだけ入れてもらった。どうですか。クールな感じにね、大人っぽくなった。じゃーん。表面はほんとそのまんま、昨日のまんまで、これだけ入れてもらった。このインナー、これだけ入れてもらいました今日。そうなんですよ。分かんなかったでしょ、隠してたから。そう、なんか最初なんでちょっとだけ入れてみました。最後刈り上げて、刈り上げてません。刈り上げてない。剥げてきたかな私。そう、インナーをねちょっと入れてみました。初めてブリーチをしたんです。ここだけ、ほんとちょっとだけ入れた。わかるかな、何色なの、何色なんだろうこれは、なんだろう、こんな感じの色。見せ方おかしくない、私。こんな感じの色、じゃーん。若干明るい感じにしてみました。刈り上げて見えた。確かに。はい、こんな感じにイメチェンしてきました。パチ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 、お気に入りです。私的にすごい満足。すごい、あ、いい感じと思った。初めてインナー入れたんですよね。そして初めてブリーチというものをしてみたけど、どうですか。なんとわかんない、なんかほんと私毎回適当にお願いしますって言ってるからさ、何なのかわかんないんだけど、どういう風に頼む、なんか、あ、インナー入れてくださいって。ギターに合いそうでしょでしょでしょ。ちょっとなんかアーティスト感。アーティスト感、ちょっとギターイベントに向けてかっこよくしちゃいました。かっこよくしちゃいました。ギタリスト。ありがとうございます。髪の長さはそのまんまだし、この表面もそのまんま、ただここだけ入れただけです。4本カットしてないです、伸ばしてる。ギターイベント申し込みしました。お、ありがとうございます。テロップにせっかくなんで書いとこうかな。ギターイベント来てね。よし、この後何色かぶせるんですか。え、全然決めてない、もうとりあえずこれで満足みたいな。そう、着てないです。そう、多分昨日のショールーム見てた方は私がショートカットとかボブになると思ったと思うんですよ。全然違くて、ただただインナーだけ入れたって感じ。これ隠そうと思えば隠せるんですよ。今はこうやって出してるけど、さっきみたいにこれを後ろに持ってきてこうやってやればもうただのいつもの私。可愛すぎる。え、嬉しい嬉しい。 これ出すのが結構、ね、大変だったりするけど、こうやって出す。笑、ありがとうございます。隠さないで、隠さない。じゃーん。じゃーん、やほやほ。前髪はでも切る予定だけど、自分で切る。前髪に関しては赤色かぶせたら似合いそう。赤、あ、赤ね、可愛いよね。確かに。
最初はちょっと無難にこれにした。そう、そういう技。こんばんは、こんばんは、どうですかどうだろう、美しい。よかった、いいやん、本当ありがとうございます。かっこいいですか。へいへい、素敵。あ、よかった、結構みんないいねって言ってくれてよかったよかった、綺麗ですか、よかった。なんかみんな推し変したらどうしようとか思っちゃったよかったよかった。まあ表面の色も変えてないし、髪の長さも変えてないからねそうそうそう、ヤンキーっぽさはないでしょ。イメチェンしたい、イメチェンしよう一緒にそう、なんか久しぶりにストレートかもね、確かに。すっごいストレートかも今。最近はなんか巻き髪が多かったんですけど、久しぶりにこうストレートにしてもらった、結構いい感じかな。黒の服、肌の白さが目立つ。あ、確かに、これも新しいワンピース、こういう、これ可愛くない？これ新しい、初めて今日着た。アーティストっぽくなったよかったよかった。明日おしゃべり会よろしく。そうですね、明日、そうだ、おしゃべり会、制服なんですよ。高めのツインテール、高めのツインテールは私しないですよそう、編集長っぽい、確かに編集長っぽい私今、超かわいい。嬉しい嬉しい。そう、明日 JK になるの。 JK になります。すぐ見慣れるからブルーとかでもいいか。あー、ブルーね、確かに深めのブルーとかなら、なんか黒寄りのブルーとかならいいかも。でもこれでまださ、なんかアレンジとかしたことないから、どんな感じになるんだろう。でも言うて染めてる部分が少ないから、そんなに変わらないと思うんだよな。三つ編みとかしても多分消えちゃうのかな。多分隠れるかな、どうなんだ。そう、なんか隠そうと思えば全然隠れるからさ。お顔すっきりしてみる。本当？なんでだろう。明るくしたからそんなことある、そんなことある、なんで、なんでだろう。黒い服着てるからかな。髪質がいい感じ。あ、でもトリートメントもしてきた。もう少し入れてもいいかな。確かに私も思った、ちょっと少なすぎたかも。まあでも最初だからこれぐらいがちょうどいいかな。次もうちょっと多めに入れたら、多分三つ編みとかした時に可愛いの多分ね。色が混ざって多分ね、可愛いんだよね。ちょっと研究しようそれは研究してって感じかな、まずはこんばんは、こんばんは。髪は切ってないです、一切そう、横を見たい、横でも可
変わんないと見えないと思う、逆に中だから。生で見たそうだよね。あんまりでも伝わらないのかな、どうなんだ。こんばんは。でもなんかさ、ブリーチって痛いって言うじゃないですか。でも多分インナーだからかもしれないけど、全く変化がなかったんだよね。私痛みが何もなかったんだよね。少しだったからかな。耳かけ、そう、耳かけした方が多分見えるんよね。耳かけしないと多分あんま見えないんだよね。そう、これを出す技が難しい技がむずいまあ慣れていこうと思うが、そう、ほんの少しだけ頭皮が痛くなる。あ、そうなんだ。じゃあ全体にブリーチするとしたら痛くなるんだね。したことないからわかんない。そう、何の技そう、こうやってくるってする技、これが大切らしいそうらしいよ。てかさ、めっちゃ話変わるんだけど、昨日おしゃべり会になったじゃないですか。で、あのネイヤンとベアヤのコスプレをして、あの森みたいなところで写真撮ったんですよ。私したらもう蚊に刺されまくって、もうあのなんていうの、あのさ、コスプレしてた服がもう半袖、このぐらいの袖で、なんかまあスカート、ミニスカートみたいな感じで、もう足とか手が出てたんよ。その状態であの森の中に行って写真を撮ったので、もうめっちゃ蚊に刺されて、足 1,2,3,4 箇所ぐらい刺されて、手も腕も刺されて、もう痒いんよ、本当に痒い。そう、今頃になって蚊に刺された。そう、やばくない、本当に。でもさ、無比がなくて、私家にすっごい痒くて書いちゃってるんだけどやばいんだけど本当に。そう、痒い。気づいたら蚊がさ止まっててさ、私の腕とかに。ショックだった。足だけでも 5ぐらいいってんのかな。で、腕この辺にあるんですけど、かゆい。無比買おっかな、ちょっと。そう、残るじゃん、跡が。でもさ、私書いちゃうよねあ、折らないんならあるわ。そう、バッテン、めっちゃかゆい、なんか痛がゆいんだよね。ショックなんだけど、私これまで蚊にあんまり刺されずに来たので、あ、今年はそんなに蚊に刺されなく終わるかなって思ってたら、なんと昨日めちゃめちゃ刺されたっていう。そう、あ、ありがとう。もうね、かゆいかゆい、本当にかゆい、蚊に刺されがかゆい。刺された後の声タイプ、あ、そうなんだ。そうなんね。そう、夏も終わるのに蚊に刺された。でも結構なんか蚊ってやだよね、本当に。何なんだろう、あれは15日、あ、申し込みました、ありがとうございます、ありがとう。じゃなくて不要じゃねって思うじゃん。でももう確実に私ここでさ顔を目撃したんだよねなんかななみの写真撮ってる時に、なんか腕かゆいなって思ったら蚊がいてみたいな。そう、氷、あ、氷ね、確かに氷はあるね。そう、音も嫌だよね。音も嫌だし、なんか見た目もちょっと嫌よな。
そう、しかもさ、なんか買ってさ、なんか目とかに刺されると目腫れるじゃないですか。それもやだよね。本当にやめてほしい。なんか顔とか本当にやめてほしい。顔は刺されなかったから大丈夫だけど、本当にやめてほしいよね。ね、唇とか刺される人いいのかな。え、最悪なんだけど最悪すぎる。それって刺されたことないけど、やほ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 。え、唇でも、え、刺されるのかな唇って。パラ、ありがとうございます。どうなんだろう。なんかさ、でもこの辺とかはさ、たま、まあ、あんまないけど昔あったよ私。でも唇刺されたことは多分ないかな、今まで生きてきて。そう、まぶたはね、腫れるよね刺されると。本当にやめてほしいよね。あ、あるんだ唇刺されることって。どういうこと、やば、腫れるのそれって。唇刺されたら腫れるの。基本的に足元が狙われる。そうね、そう、なんでだろうね。なんで足とか腕なんだろう。なんでだろうね、なんでなんだろう。なんだろうね、面積が広いからかななんか上陸しやすいとかかな、わかんないけどなんか飛んできてウィーンってきてさ、なんかここに止まるって結構さ、確率的にちょっと低い、なんか難しそう着陸するのが。けどなんか足とか腕とかがなんかこうやってウィーンってきた時になんか、あ、はいどうもみたいな感じでね、着陸、着地できそうだよねね、できそう。美味しそうだから。そうなのかな、なんかどうなんだろうね、わかんない。本当に蚊の気持ちはよくわからない。腕の裏よく刺される。裏なんだ。私は表面かも。私表面、ここ刺された。ね、無比買おうか迷っちゃう。でもさ、もう刺されることないよね。だからいらないっちゃいらないけど、いらないっちゃいらないけど、うん、誰か持ってたら持ってきてください誰か今見てる方で、ハートありがとうございます。指が一番かゆい。え、めっちゃわかるそれ。指かゆくない？この辺とか刺されたらもう最悪じゃない？なんで？めっちゃかゆいよね指って。小指とかさ、小指のこの端とかさ、なんでって思うよね。なんでそこ来たみたいな思う。そう、なんでコンビニでも売って。そうね、買えよって話だよね。音楽イベント10月4日ですね。4日、そうそうそう、発表ありましたね。私も知らなくて、あのツイートで知りました知らなかった。そう、まあでももう刺されることはないと思います。秋になりますしね。あら、ネズミちゃんありがとうございます。トコトコトコっとありがとうございます。持ち歩きサイズ、あー持ち歩きサイズね。確かに結局使わなかったりするよね。なんかコンパクトでいいかもって思うものって意外になんか使わなかったりするよね。
尊い、ありがとうございますね。え、ギターイベント申し込みました、ありがとうございます。ぜひぜひ今見てる方みんな応募してください。15日です。ひのちゃんも一部出演してくれるのでぜひぜひ来てください。秋の蚊もいるしな。あー、いやですねそれは。いやですね。やほ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 、倍率高そうで、ね、どうなんだろうね、わかんない、みんな応募してたからわかんないから、うん。グッズはいつ発売なのか、グッズはあのイベントの時にもう発売、あの置いてあるというか買えるようにはしてもらうかな。うん、もう少しで発表できると思うので、あと一回ヒノとコラボ配信しようかなって思ってる。イベント前に一回コラボ配信して、ちょっとよろしくねみたいなコラボ配信をしようかなと思ってます。そうそうそう、当日買えるものと買えないものがあるかもしれない、もしかしたら公開練習ネタバレになる、ネタバレになる多分ヒノとねコラボするのはねまだしたことないんだよね、多分ヒノとはまだしたことない気がする、多分多分初コラボ、今いつするって聞いてるところ、ヒノに返事待ち返事がまだ来ないよ。こんばんは、こんばんは、楽しみにねしててください。これからちょっと詰めていくんで練習を。しかもその前にサヤギターイベントの前にサメカツナもあるんですよ、久しぶりに。12日かな、12日にサメカツナ公演があって、まるちゃんありがとう、誰もありがとう、そう誰もありがとうございます。久しぶりです、1ヶ月ぶりぐらいかな、サメカツナ公演は久しぶりの公演なので、そっちも頑張って、イベントも頑張ってって感じかな。9月は割と盛りだくさんかな。にゃーにゃーさんと確か一緒だった気がする、サメカツナ、そうそうそう、前もね一緒だったけどまた一緒で嬉しい。うんうん、サメカツナも行ってみて、そうだよねそうだよね。でも多分私のファンの方は多分その日のサメカツナあんまりいなそういなそうだな、寂しいサイリウム一個もなかったらピエンピエンピエン、こんばんは、こんばんは、どっちも行けないのがつれそうだよね。ぜひね DMM でも見れるので見てみてください。結果っていつ出るんだっけ、イベントの綺麗、ありがとう。今日から、今日の18時から申し込み受付が始まって、いつだっけ、いつまでだっけ、当たったら教えてください、来るよって、火曜日か、火曜日か生誕がちょうだい、生誕、そうだよね、できるかね、できたらいいけど一大イベントに人生かけてます、人生かけてどんだけだよそれ、あさって、あそうなのね、火曜日の夕方か、
みんな教えてね、当選したよって教えてくださいね。行くよ、ありがとう。外れたら泣きます。そうよね、そうよね。まあぜひぜひ申し込んでください。当たる気しない。いや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 、当たるよ。生誕祭でも言うてまだ決まってないけど、できるのかも分かんないけど、ま、私は10月じゃないですか、生まれが。だから10月にできるのかどうなんだよね。11月とかなのかな、どうなんだろう。そう、一回もやったことないから、まあやってみたいけど、どうなのかな。そう言うてね、あともうちょっとだね、誕生日今年は誕生日当日はなんか、まあイベントはなさそうな感じもするけどね、今年は。そう、毎年何かしらあったんだよね。なんか1年目は2期イベントが劇場であって、2年目が握手会、あれ握手会だよね、握手会で、そう握手会できてた時なんだよね。で3年目がオンラインお話し会でしょ、おしゃべり会でしょ。そうそうそう。で今年は何もないっていう今年あれみたいな、あるかなって思ったんだけどね、おしゃべり会あるかなって思ったけど、なかったなかったなかったよ。そう、握手会もあったのすごいよね。あの水色のセーター T シャツ、初めて会えない誕生日。そうでね、ね、なんか無理やり作る無理やりなんか作っちゃうイベント。まあでもね、そう前後にあるので、ぜひぜひ来てください。おしゃべり会受付しておりますので来てくださいさやぎた路上ライブとかしちゃう誕生日にしちゃう。水色オレンジ、そうです、水色オレンジです。サイリウムから路上ライブってさ、したとしてさ誰も来なかったら結構きつくない結構きついんだけど、それ悲しすぎるよ。やほやほ。ねえ、したことないけどね。絶対来る。いや、わかんないよ。わかんないよ、そんなの。告知あれば絶対行く。本当？告知しなかったら絶対誰も来ないよやりますって言わなかったら多分絶対誰も来ない。やってほしい。本当？なんかなんだろう、着ぐるみとか着てやろうかな誰ですか状態でやるとか新潟県内で告知出しは確かに今から向かわなきゃみたいな情報を拾ってこんばんは。無ひもって駆けつける森で
当にイベント最近たくさんあって嬉しい。嬉しいね、確かに嬉しい、わかる。サーヤ目立ち、え、全然よもうなんか目立ってない、全然暑くてバテそう。確かに着ぐるみだってさ、私昨日着てたさ、あのモコモコのやつで、モコモの待って喋れない、モコモコのやつでも暑かった、本当に暑かった。隠しきれないオーラ、いや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 、お疲れ様です、お疲れでもやるとしたらどこだろうね、路上ライブとかって。駅が無難。無難なのは駅かな。日が出るとまだ暑いよね。確かなんかさ、今のさ気温わかんなくない？今日うち長袖だけどさ、これでちょうどよかったかも。なんかもう涼しいよね。涼しいからなんか半袖だと半袖でなんか寒いみたいな、肌寒いから、もう長袖の季節ですか、もはや。なんかさ秋服がいろいろ出てきてさ、なんかニットとかいろいろあるじゃないですか。でめっちゃ可愛いって思うけどさ、まだ着れないからって思って買わないんだよね私なんか買ってすぐ着れないって嫌なんだよね。そうカーディガンとかさ、今めっちゃ可愛いのいっぱいあって欲しいと思うけど、いやでもカーディガンはまだ暑いなって思っちゃう。うん、夏服届かなかった、え、それショックじゃない？え、でも私も一回あったかも、なんかすごい届くのが遅いみたいなあるよね、たまに。ゆなこいわくめっちゃ寒がりなんでしょ。うん、私寒がりですね、すごく寒がりだから、なんかメンバーの中でコートとか着だすの多分一番だと思うそう、びっくりされる、もうコート着てんのみたいな。でもそれがなんでかっていうと、ヒートテックを着てなかったんだよね今まで、だからなんだよ。そう、でもなんか去年の新潟の冬は寒すぎてさすがにヒートテックを買いました。そう、買った。そしたらなんか、あ、こんなにヒートテックってあったかいんだって思って、あのね、ハマりましたそう、今までヒートテック持ってなかったし着なかったの、だから寒くってコートとか着出すのが早かったんです。でもなんかそういう裏技を知ってからそうそうそう大丈夫になった。でもゆな子に関してはそうなの、寒さに強すぎるの、あの子は。だって冬寒くてもなんかロンティーとかでいるんだよあの子えみたいな。そう、まあ、さすが青森だよね、出身が青森だからさ寒いのに慣れてるのよ。そうそう、寒いのに慣れてるの彼女は。青森私行ったことないから行ってみたいな。寒そうだよね、新潟より寒いよねきっとね。青森行きたいね、寒いよね。でも今年はどうなんだろう、なんか3年に1回ぐらい寒い冬が来るらしくて新潟って。だから去年それが来たから、多分今年はそんなに寒くないんじゃないかなって思ってる、わかんないけど。そう、去年の冬が本当にやばかったの。もう今まで生きてきた中で一番すごい冬だった。えーみたいな、雪みたいな、そう積もっとるみたいな感じだった。そう、やばいよね、雪合戦したくなるような雪ですね。でもなんかふわふわしてる。
外出たくない。いや、わかる、本当にそれわかる。そうで、さすがになんか長靴買おうかなって思ったけど買わなかった買わずに過ごした。なんかブーツで行けた。そう、2016年の冬もやばかった。そうだから3年に1回やばいよね。私2016年まだいないから、そう2017年に入ったから、そう経験してなくて、その時の冬を、新潟の冬を経験してなくて、去年初めておおみたいになってびっくりした。そうでもさ、そう去年の冬めっちゃ何回も転びそうになった。なんかさ、雪ってさ、サクサクしてる時は大丈夫じゃん、普通に歩いてて。でもそれが凍った時がやばくって、そう凍った時、うん、転びそうになった。そうなんかツルンみたいな、そうなんか転んではいないけど本当転びそうになった時はあったね。でなんか近くにいたおばあちゃんに大丈夫って言われて、大丈夫ですって言ったそうそうそう、びっくりさせちゃったおばあちゃんそうもう体感でなんとかこうつるんってなるけど立て直すみたいなそうそうそう、うん、おばあちゃん優しかった。大丈夫って、大丈夫だっぺーって返したそう必ず冬には転がってるやば。そう体幹鍛えていかないとね。急な茨城弁お、3周したの、やったー、ありがとう大丈夫だってってみたいな本当にその返ししたの嘘ですしないですよ大丈夫ですってやったき道で転ばない歩き方マスターズ、はあ、すごい。なんかさ、でもさ、内股で歩くといい、なんかあんまり歩幅を大きくしないでなんかちまちま歩くといいっていうね。なんかチュ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 みたいならしいよ。ペンギン、そうなんかペンギンみたいに歩くといいらしいだっぺって言わないでしょ。言わない、私あの全然使ったことない。ダベはあるけど、そうダベみたいなのはあるけど、だからっていいみたいなのはないマジでない本当にない。びっくりよ、やほやほん。ゆなこを見習おう。ゆなこね、ネックレスとかどこで買ってるの？なんかほんとその辺適当に買ってる。なんかこことか決めてない。そうそうそう、なんかスキー、あ、スキーしたいな、スキーしたいな。なんか今までさ、山写真のロケで行ってたんですよ、毎年スキー場に NGT でね。でもなくなっちゃったから、そうスキーできなくて、ずっと悲しい。スキーしたい、てかスノボーしたいんだよね、ずっと言ってるけど。スノボーしたことないの、してみたくって。誰かメンバー、みゆみゆとか得意そうかもしれない、わかんない。みゆみゆね、スキーうまかったよね。みゆみゆとね、ななみがうまかった。
そう、誰かできないかな。教えてほしい。というか、なんか最近なんか運動してなくて、普通になんか球技とかしたいんだよね私今。バレーボールとかテニスとかしたいんよね今。そう、なんか球技大会みたいなのをさやりたい。 NGT で本当にやりたいなんかね、やりたいよね。やりたいんだけど私、なんか体育館とかさ貸し切ってやりたいな。なんか配信とかでできないかなニキーベイみたいな感じでやったら面白いと思うんだけどな。そう、運動会的な、なんか障害物とかも入れたら面白そう。みんなおもろいからさ、カイリとかやばそうじゃないカイリのさ、なんか運動してる姿見たことないけど、なんか障害物競争とかやったら面白そうだよね。慌ててそうでカイリみたいな、食べるの忘れちゃった、戻らないとみたいな、やってそう。でなんか水の一気飲みとか置いとけば、多分ヒノが得意だから、そこでおーってヒノのファンの方がおーってなるとなると思います。でなんか準備体操は、あのはるかと青とさらにやってもらう予定です前に出てもらってなんの想像よ。確かに、いやでもなんかできたらいいなみたいな。なんかそれぞれにあるよね係が。組体操する、組体操絶対できないんだけど私土台でいいやずっとこれでいい、ずっとこれで。こんばんは、こんばんは。サインは何やるの。私、私何やろう。私でもバレーボールに出たい。バレーボールに出たい楽しくない、だってネット競技がいいな。バドミントンも出たいな。多分テニスってそうそうなくない、あんまり球技大会って。どうなんだろう、騎馬戦もしたことないんだよね。騎馬戦も私土台でいいやでもサラは多分上にいた方がいいと思う多分強いから。バレーボールやってたの、いややってないけど、ただただ好きってだけ。バスケ、バレー、卓球、確かに卓球も好き、卓球も楽しい。バスケも好きなんだけど、バスケに関してはあんまり向いてないんだよね私。ネットじゃないじゃん、だからちょっと敵が近いから向いてない。距離感がないとちょっと無理そう、卓球大変くらい前してる。え、わかる。なんかさ、オリンピック見ててさ、なんか何、卓球の球のさ、なんか重みを感じた、オリンピックで。そう、なんかさ普通にさ、なんかやるときってさ、うちらがやるときってさ、なんか 軽いじゃん、なんかポン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 って感じだけど、すごいなんか重みを感じたオリンピックで。えー、みたいな、なんかえー、みたいな、なんかすごい重くなかった、わかんない、重いのあれ。同じやつだよね、同じボールだよねあれきっと。でもなんかさすごかった、重みがあったからさびっくりして感動してた私は。
そう、いやすごいよね。もうテニスもだけどさ、なんか重みがあるよね、プロの方って。そう、そうなんか入ってんじゃないかってぐらいの重みだった、あれは絶対。あ、回転がかかってるから、あ、そういうこと、すごっ、うま、ありがとう。すごいな、すごいと思った私。ね、卓球もやりたいな、バレーボールもやりたい。でもテニスとかも昔やってたけど、もう最近本当にやってないから多分打てなくなってるというか、体力がもうないと思うんだよね、疲れちゃう。ハートありがとうございます。ね、球技大会したいな、かわいい、ありがとうございます。てか明日までに前髪を切りたい、前髪切ろう。なんかさ、昨日も長かったんだよね、切ってなかったけど、こう巻いてたんですよ、ここで巻いてたんだけど、なんか漏れなくって。長すぎて、だからちょっと切ろう、今日切ろうかな。そう、前髪はね、なんかね、自分で切るんですよ、いつも。なんかそう、なんかさ、短くなったりするじゃないですか、美容室とかだと。それが嫌で、今長くない、ほら、だから絶対に前髪は自分で切るって決めてる。ちょっとだけだったら切ってもらう時もあるけど、怖いじゃん、だって前髪は切る、これぐらい切る、結構切るかも今日、これぐらい。めっちゃ長いよね今、だから邪魔でこうやってる。そう、目にかかるんですよこれ、長すぎて。パッツンはね、ないかな。なんか私さ、分けてないと似合わなくって、前髪本当に。なんか一回チャレンジしようと思った時があって、こうやってあったんですけど、なんか似合わなくって、なんかえみたいな、結局分けちゃいました、こうやって。あれもありがとう。分けます。誰もありがとうございます。なのでちょっと今日か明日切ろうかなと思います。ノリにす、ノリにはしませんね。ノリにはしませんね。シースルーな感じは、あ、シースルーな感じはね、好きです。なんならもっと薄くしたいぐらいだもん。そう、でもこれでもまあ 薄い方ではある。そう、本当ノリはやばいって。ノリ、ノリ時代は結構ねやばかったよ私。やほ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 。もうちょっとで30分になるね。30分まで今日は配信しようとしてるので、あともうちょっとなんですけど。そうそうそう。踊ってる時髪の毛食べちゃう時あるの？たまにかな。食べちゃうっていうか入ってくる時あるよね。たまに入ってくるっていうか、多分なんかグロスとかしてると唇につく時はあるか、だからあんまり踊ったりする時にはグロスは使わないかな。だから普段からあんまりグロスは好んでつけないかな。撮影の時とかだけならいいんですけど、踊ったりする時はそうついちゃうからつけないかな。どれもありがとう。そう、そう、なんか私特になんかこの
横の毛を出すことが多くて、こうやってだからこいつがつくんですよね私の場合はね、これがつくんですよ。そうそうなんよ。やほ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 ん、こんばんは、こんばんは、ありがとうございます、ありがとう。ありがとうございます、あんた、たくさん。すごい星になっちゃってるコメントが全部星になってる星すぎん？コメント欄。明日よろしくね、よろしくね、明日夕方から1、2部で、短いんですけど、ぜひぜひ来てください。お仕事終わりの方とかも多いと思うけど、ぜひぜひ来てください。じゃあ男女読もうかな。でも今読んだら早いか、イベントじゃないし時間に追われているわけではないから。誰もありがとうございます。一部間に合うかな。そうだよね、そこよね。後ろの髪消えたね。なんかさ、あるんだよ、あるんだけどさ、書き直してなくて撮っちゃったんだけど、こちらおしゃべり会の日程です。10月10日私服、10月16日生誕 T シャツ、10月18日ハロウィンコスプレです。ぜひぜひ来てください。あと9月25日の分がラストなので、ぜひそちらも来てください。よろしくお願いします。誕生日なので、ぜひぜひたくさんの方に来てほしいです。よろしくお願いします。あと5分あるね、あと5分あるね秋だね、秋よね、本当に秋なんよ。全部行きます。え、嬉しい、ナイスナイス、全部来てください全部来てください。ハロウィン何かな、それは当日までのお楽しみにしますコスプレします。なんかね、10月これで最後なんですけど、おしゃべり会が最後なんですけど、まあちょっと早いけど、まあこの日にやろうかなと思いました。なんで来てください。さやは歌唱力出ないの、出ないですね。全部行きたい、来てくれ、来てくれ全部来てくれ。やほやほ、9月のシークレットはやること決まった。まだ決まってないんだよねまあでも可愛くする。10月あっという間だね、早いことに。多分9月忙しいからさ、あっという間だよね。あっという間だと思う。あとでこれ写真撮ってどっかに載せよう。みんなから言えましたって言わなくても気づくかな、どうだろう、気づくか、どうだろう。でもなんかさ、これだけこうやってさ、これだとしてもさ、染めたって思われそう。変わってないけどこうしよう、ちゃんと分かりやすいよ。誰もありがとう、誰もありがとう。インスタグラム希望します。ああ、どうしようかな、どっちかかな、ツイッター、インスタ、どっちかかな。全身写真、何の、これ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 
照明のせいかいつもより明るく見える。あ、本当？色落ちもあるのかな。でもさ、なんか全身ってさ、一人だと撮れないんだよね。どうやって撮るの？一人で撮ってもらわないとさ、難しくない？どうやって撮るの？誰か撮ってくれ誰か撮ってくれ誰か。タイマー機能？でもさ、部屋でさ、全身ってさ、入らなくない？ドローン？いや、それが一番いいかもドローン操作して撮るのが多分一番いい本当にマッシー来てくれ。確かにマッシーこれだけのために呼ぶ、結構やばい結構やばいぞ。リングライトにリモコンついてなかったっけ。リモコンね、壊れたんだよね。だからダメなの、できなくなっちゃった。そう、なんか距離的な問題、そう、全身が難しいそうなのよね。あ、30分になっちゃう。じゃあランキングを読みたいと思います。13位松尾さん、ありがとうございます。12位星野こだわりさん、ありがとうございます。11位うさくさん、ありがとうございます。10位ホークさん、ありがとうございます。9位ゆうくんさん、ありがとうございます。8位かずやさん、ありがとうございます。7位イーティさん、ありがとうございます。6位伊賀の藤丸さん、ありがとうございます。5位千古丸寿さん、ありがとうございます。4位マサさん、ありがとうございます。3位ケオさん、ありがとうございます。2位アキヒロさん、ありがとうございます。1位山梨かもごうさんでした。ありがとうございます、ありがとうございます。じゃあ今日はこの辺で終わりにしてメールを送りたいと思います。ありがとうございました。今日も見てくださって、また明日、おしゃべり会よろしくお願いします。あとギターイベントの応募もぜひぜひよろしくお願いします。そしておしゃべり会の受付もよろしくお願いします。はい、たくさんあるんですけどよろしくお願いします。はい、じゃあまた明日、ありがとね。おやすみなさい。バイバーイ。